はい、皆さんこんにちは、ワナリガリウシです。さて、それでは信長の野望創造戦国志伝ですね、続きやっていきましょう。今回は織田信忠でのプレイになります。で、ここまでのあらすじですね、ここまでご覧いただいていない方も、多くいらっしゃると思いますので、簡単にだけ、かいつまんでお話しておきますね。まず今回のシナリオは夢幻のごとく、これは本能寺の変の直前のシナリオになってます。で、プレイしている武将は今お話したように織田信忠になってますね。今回のコンセプトはですね、もし本能寺の変で信長が死んだ後、嫡男信忠が生きていたら織田家がどうなっていたかっていうようなね、そういうコンセプトでプレイをしていますので、シナリオを少しオリジナルのものを入れていまして、信忠は生き延びる形になってます。ただし信長亡き後の織田家は家中が分裂して、同盟国であった徳川北条、この辺りとも手切れになると。で、現在1584年の11月なんですが、本能寺の変のあった1582年から1585年の1月までは他国への侵略は行わないという縛りでプレイをしています。ですので、もうあと1ヶ月経てばね、年が明けて1585年になりますので、そうしましたらいよいよ反抗作戦ということで、分裂していた家々を再吸収しながら一気に信忠の天下取りをやっていければいいかなと思ってます。では早速続きをやっていきましょう。まずはあと1ヶ月ですね、さっさと送っていきましょう。ご命令ください。報告します。先月の収支です。例によってお金がね、ないっていうのと木材もないっていうのがあるので、ここは取引で兵糧を大量に売り、木材を大量に買いましょう。これでまたお金が手に入ったので、この金をもとに回収進出、回収と進出はもう完全に委任しちゃいます。で、ごめんなさい、建設と進出は委任します。で、回収に関しては自分でやります。優先的にやっぱやらなきゃいけないところ、後でもいいところっていうのがあるんですが、コンピューターに任せるとそこがちょっと思惑通りにならないので、やっぱり徳川は早めに潰しておきたいので、そういう意味で言うと徳川向けのところは少しね、早めに手を打っておきたいんですが、ですが木材を買う金がないかな。木材はどんどん買っていきたいんですよね。というのもやっぱり城の規模は大きくしておかないと、そこに集まってくる兵が大きくならないので、クルワを建てられないっていうね、城の規模を大きくしてクルワを建てて人口を集めていきたいんですよね。なのでちょっとね、進出とか改修、建設は任せるものの、それ以外のところは自分で改修をやっていきましょう。特に最前線になるようなところですね、城郭施設も二条御所に関しては建てていっちゃいましょう。何がいいかな。そうだな、京都なんで仏堂仏堂どっちだろう、これを建てておきましょうか。あとは門はいずれにしてもどんなところであっても増形門までは上げていきます。じゃないともう怖くて怖くて、攻められたらあっという間に溶かされますからね。では1ヶ月送っていきます。これでいよいよ侵略戦の開始ですね。敵が我が領内に向かっております。タクタ城に攻めてくるのは誰？タクタ城がここか。タクタ城はもうさっき言ったように捨てだからな、上杉勢に城を明け渡しましょう。敵将捕らえたり。お、民主城取っちゃったのね。
まあいいでしょう、この辺りは秀吉に任せましょう。1ヶ月早かったけどね。お味方が捕獲されました。表情さあ、それでは皆さん大変お待たせしました。ここからは一気に侵略戦の方に入っていきましょう。であとは任命系ですね。ここで一気に任命もしていっちゃいましょう。そうだな、細川藤孝とかに関してはもうある程度ね、大きな城を任せましょう。木曽福島城とかこの最前線のあたりを任せる形にしますか。苗木城にするか岩村城にするか、まあ岩村城の方がいいかな。岩村城を与えましょう、細川藤孝に。であとはその元に細川忠興とかね、一緒に入ってもらいましょう。でさらに任命系でいくと、そうだな、堀秀政とかもね、宿老中の宿老なんで、堀秀政とかをこの北陸方面軍として、そうですね、どこがいいかな、まあ、金ヶ崎とかがいいのかな。金ヶ崎に派遣しましょう。で金ヶ崎に入れるのは、まあここは正直誰でもいいかなというのはあるので、まあ統率がいい人と、政治力が高い人をこうバランスよく与えましょうかね。テルマサあたりを入れておけばいいかな。あとは政治力が高い人、前田源氏とかね、長塚正家とか、このあたりを入れておいてあげましょう。これで堀秀政も頑張ってもらいます。でこの三石城に人がいなくなったので、ここ竹部山からまあ何人か入れてあげましょう。ではこれで軍団を作っていきます。まずは秀吉軍ですね。ちょっとあそこが選べない理由がわからないんで、後でちょっと確認をしましょう。軍団の創設ができたら攻めていきましょうね。表情を始めます。報告します。報告します。では軍団を作っていきます。細川にはどこを任せるか。この辺りはすべて任せていっちゃいましょう。よし、これでいいでしょう。じゃあ自らも出陣していきましょう。まずはどこを攻めていくかというと、まあこの辺りの邪魔くさいね、尾張とかこの辺りを攻めていきますか。あとはこのね、安土城の首元にいる喉元かな、乙葉城を治めているのは、これはちょっと読み方を確認していっちゃいますか。蒲生片秀、これ蒲生片秀なんて人ひねりでしょう。潰しに行きましょう。出陣します。
もうここからはね容赦なく攻めていきますよ。出陣するぞ。出陣します。出るぞ。一気にね攻略を上げていきましょう。この後ねやっぱり手こずるのが徳川勢だったり北条勢だったり毛利、あと最終決戦になるでしょう伊達、あるいは島津、この辺りの軍勢とね今後多分戦っていくことになるんじゃないかなと思いますので、それに備えていきましょう。捕らえたぞ観念せいで。戦へ参る。加勢いたす。みな少し抑え気味の抑えかな。これは毛利との決戦が思ったより早く来そうですね。表情を始めます。報告します。報告します。ではここで勝家も我が策お見せしましょう。潰しましょう。戦場へ参る。出陣するぞ。この勝家勢はかなり手こずりそうだな。兵力もかなり持ってますね。で秀吉が順当に攻略していってくれてるので、ここは秀吉に任せていきましょう。で先頭になっているところがどこかというと、先端が開かれてますね。ここは回戦で一気に勝負を決めていきましょう。行くぞと思ったけど、これ結構苦戦しそうなので一旦切って、援軍を派遣していきましょう。任せください。お任せあれ。で勝家の方ももう先端開いてますね。ここの方がきっちりね戦っていかないと落とせないかもしれない。進むのです。これも厳しいね。勝家7500に対して氏里が4600か。これもちょっと援軍の到着をもうちょっと待ちましょう。援軍は確実に来てくれてるとこですからね。あたりは浮田勢かな。これ援軍できてるのが筒井の軍勢が援軍できてますね。で島左近が守ってるんで兵力を若干削られてる感じだな。よしよし見えてきましたね。じゃあここで改めて回戦していきましょう。で今は多分不利な状態に変わりはないと思うので、援軍が到着するまでは戦力を集中させましょう。まあ、ちょっとねあの遠兵的に一人の人は放っておきましょう。かかる。思ったより硬いんだな。不甲斐ない。ここはちょっとここで一旦待機させますか。任せください。援軍が来てるはずなので援軍の到着を一旦待ちましょう。よし援軍が来たね。援軍来たけど思ったより少ないな。これはこの城門を突破するのがやっとかもしれないな。そうなんですよね。城門が硬いと城門突破するのにそれなりに兵力を削られてしまうんですよね。敵城門突破しました。これが我が魂、我が覚悟。これで決まりよ。
さあ敵が縄文の中に引っ込む前に追撃を。任せあれ。かかれ。引け。貴様らに勝ち目はないぞ。これで削られるどころか後ろから挟み撃ちになってるね。恐れてたパターンだな。これで沢山城に敵か。結構敵の狡猾だな。さすが超級の AI だけあってそれなりにちゃんと考えて動いてきますね。沢山城がこのままだと落とされるので沢山城を守りに行きましょう。我が戦お見せしましょう。でこの勝家攻めがどうなってるかというと蹴りがつけられそうだ。ここは勝家をまず追い落としましょう。先端を開いていきます。で城攻めがどこまで進んでるかというともう勝家は200しかいないね兵が。ただ城門はきっちり守られているところを見ると野戦である程度削ったみたいですね。これは見るまでもなく落とせると思うのでスキップしていきましょう。敵が我が城内に向かっております。勝山城に2400か。勝山城はこの勝山城はどうだろうな。包囲不完全ってなっちゃってるんでここは合戦で落とすしかないな。多少時間がかかっても合戦で落としていきましょう。行きます。続きなさい。かかれ。行きます。で兵力が分散してるともったいないのでルートはこのルートで行きましょう。承知いたしました。お任せください。ここは引きます。やってくれるな。我に続け。これで決まるぜ。引け。これも落とせないってなるとかなり厳しいぞ。相手は7しかいないですからね。ただ守る兵がいなくなると城門はあっという間に突破できるはず。城門を破壊しました。蒲生氏郷も盗賊武勇とも優秀ですからね。行きます。ここは引きます。これでほぼほぼ肩がつきますね。敵城門突破しました。あとはこれで削り取れれば味方は355しかいないですけど。柴竹を潰せましたね。我が策で勝利をつかみます。北の将を落とした。北の将を落としたら宇治里は戻して今度はこの勝山城の防衛戦に入りましょうか。勝山城の防衛戦ただし兵が出せないので堀秀政の部隊を勝山城へと派遣しましょう。いやーこう見ると結
構厳しいな。例えばこの清洲城を守っているというか、この清洲城ですけど、滝川一正、これ兵数6800いるんですよね。これ6800潰すってなると結構厳しい上に、徳川やその周りの小さな大名家が援軍できたりするとちょっと兵力的にまずいことになりますね。外交もちょっと考えた方がいいかな。表情を始めます。報告します。報告します。連合的なものは組めない以上は、だって敵してる相手に交渉するってのもな、なかなか現実的じゃないですよね。となるとやっぱり一個一個今みたいに勝家を潰したみたいな形で潰していくしかないかな。で、北の庄に人を入れていかなきゃいけないんですが、北の庄には勝山城から人を入れましょう。で、まあ、統率が一番高い武将でも伊藤盛政の69か、ちょっとあんまり優秀な武将が揃ってないですね。で、浮田は毛利に食われそうなのでどうだろうか。今毛利と戦うとかなり厳しいなとはいえ、さらに厳しくなるんでどうするのがいいかだな。やっぱり畿内の統一を先に進めた方がいいですよね。となると筒井を潰しましょう。やっぱりで、筒井を潰すのに一番手っ取り早いのは信忠自身が攻めることですね。試しにこの大垣城に兵を繰り出してみますか。どういう反応があるか。すごい拒否反応で、なんていうのかな、周りの大名たちが一斉に反旗を翻してくるっていうようなことがあるとちょっと厳しいけど、出陣するぞ、出陣するぞ、そういったことがなければ、まずはこの筒井との戦いですね。筒井を潰せればだいぶ変わってくるが、今秀吉は何をしようとしているかというと、この辺りを攻めようとしてね。であればやっぱり信忠自身は筒井攻めに専念しましょう。なに、夜襲を受けて混乱か。いい状況じゃないね。ただ敵の数は決して多くないので、まあこれで敵が沈黙すれば終わりかな。続きなさい。ここはもう放置して、あとは援軍が来たら援軍を叩きましょう。で、それよりも緊張感があるのがこっちか。こっちが1600、稲葉一徹1600に対して、ここも取り囲めそうですね。岡本5000がいるのでこれで肩がつくでしょうが、これを徳川勢がどこを攻めるんだ。徳川勢がどこを攻めるか非常に気になるな。稼いだぞ、逃げ道を与えぬ。徳川勢がどこを攻めるかによって、表情を始めます。尾張が徳川に挟まれる形になるのを避けたいんで、とはいえこの清洲は今攻める力ないからな。逆にただこの岡崎とか刈谷とかこの辺りが手薄になってるんじゃないか、徳川勢は。そういう可能性ありますよね、今見た感じだと。ってことはここでこの徳川勢を叩いておくっていうのはありですよね。
ちょっと徳川の動き注視しておきましょう。で、場合によってはちょっと兵を削った上で攻撃に移りましょうか。ここは守りきったね。守りきったら姉小路と今戦うのは得策じゃないよな。となると長森かなちか、ここを攻められるかどうか、兵数的に。どこまで動員すればいいかっていうと、結構動員しなきゃダメだね。戻ります。今は攻められないかな。ちょっとつつい攻めに専念しましょう。出陣します。我に続け。鈴木も攻めてますね。やっぱり大きな大名が動き出した感じがありますね。包囲するぞ。これは何、徳川誰を守ってるの。これ見る感じだと滝川松重、滝川家を守る感じになってるのかな、動きとしては。そうすると対徳川の前線基地は兵を少しも動かしたくないので、ちょっと今いる戦力で長森金近の討伐戦をやっていきましょうか。ちょっと兵力が足りないかもしれないですが、これで長近を叩いておけば上杉勢に専念できるので、だいぶ戦いやすくなるはずですから。これはどこに囲まれてるんだ、毛利勢かな。なるほど、長船城が、これは大野さんってどこに、こっから攻めてきたの大野さん。これ大野さんに渡すのはもったいないよな。という意味ではここに兵は出せないのかな。今援軍として秀吉3600が向かっていて、兵数も2700いる。これはしのげそうだな。ほっといても守りきってくれそうだ。で、上はというと山陰の方は毛利が進行してきてるね。これは毛利がかなり驚異的な大きさになるな。であれば、せっかく今出陣するぞ、徳川勢が野戦に出てきてるので、ここで徳川勢を叩きましょう。戦場へ参る。出陣するぞ。いざ戦場へ。我が領内に敵が迫っております。我に続け。何、ここは想定外だけど滝川家と戦になるっていうのはこの清洲城のことを言ってたのね。これはかなり大きな戦闘になるな。動員できる兵力は全部動員したい。これで負けるとちょっとまずいな。どうしようかな。戻ります。戻る。ちょっとまずいな、誤算がありましたね。信忠をちょっと休校させましょうか。清洲城を取り返しましょう。ご命令ください。他動かせる軍勢が全くないので、どうしようかな。
騎乗する。野戦に引きずり込みたかったけど、どちらかっていうと今は清洲城の戦いの方が重要になってるね。確かにここで勝山城の敵か、さらに勝山城の敵内に向かっております。ちょっと待ってくださいね。この長森金足が攻めは失敗になりそうだな、このままいくと。それよりも勝山城の防衛に入った方がいいので兵を引きましょう。戻るぞ。騎乗する。で勝山城に敵が迫ってきたら北の城から兵を出しましょう。で今はここだ、滝川一正を確実に沈めましょう。これ高そうだな。ここも野戦に引き入り込みたかったけど野戦にはできなそうですね。であれば、せめて同じ方向から攻めましょう。私を侮りしこと、クビルがよい。でうまくすればここが先に落とせるかな。ちょっとここは兵を二手に分けますか。やっぱりそうですね、こっちを守るんだったらこっちの城門がさっさと開くはずだ。これで決める。城門を破壊しました。滝川一正もかなりの戦者後者ですからね。かしこまりました。承知いたしました。統率89、武勇81。なんか一説によるとやっぱりその忍び系の出だったんじゃないかとも言われてますよね、一正に関しては。それが関東関連まで登るあたりはやっぱり信長のね、羊とかにとらわれず能力でこう採用していくっていう方針の表れなんでしょうね。これで決まりだ。敵城門突破しました。城門を破壊しました。我に続け。よし、ここまであまり兵力を失わずに来れたぞ。ただ勝正の狙撃が来たか。この狙撃結構強力なんですよね。やっぱりこれでだいぶ兵力を削られるな。刑事の戦略っていうか、戦法が効いて一時的に出てきてくれたおかげで城門が開いたので一気に削れましたね。よし、これで滝川一正を撃ったぞ。清洲城を取れたというのは大きいですね。これで本当に徳川に専念できるな。そしたら徳川の侵攻に備えて兵を引いていきましょう。騎乗する。我が方の城包囲されました。注意しなきゃいけないのが毛利ですね。今毛利と戦闘中だけど浮田も敵に回ってるのか。まあ、ここはただなんとかしのげるでしょう。今のうちに力をつけて蓄えておいてもらうというのが一番いいかな。そしたら今度は
岩永秀を攻めますか。まあやっぱり攻略目標で言うと近々で言うと、まあ、庭浅野と大垣の稲葉一徹か、さらには滝川増重、この辺りはさっさと落としたいところですね。そうすると両国を分断されなくなりますからね。あとは乙葉城のガモ、この辺りは優先的に攻略を進めていきましょう。ちなみに今で言うと織田家の、拠点数33、武将220、兵数88,000で、九州の島津がすでに兵数は5万になってますね。毛利が一番今勢いあるのか、9万ですね兵力は。で、長宗我部が5万5千、徳川が6万4千、北条が10万、北条が一番兵力大きいか。これでも本当にいよいよまずくなってきてるね。ちょっとちょっとしっかりと守っていかないとまずいな。で、岩村城に9600、名古屋城に5500、これはまずいですね。岩村城と名古屋城にそれぞれ兵が向かっているという情報が入ってます。名古屋城が今兵いないもんね。で、安土からも兵は出せないし、ってなるとちょっと遠くても御所から出すしかないね。御所から名古屋城の防衛に入りましょう。名古屋城は絶対に守らなきゃいけないので、名古屋城、あと岩村城も危なかったですよね今の感じだと。岩村城も兵いないもんね。危ないね。岩村城が守りきれる気がしないな。そう考えるとちょっと遠くてもこの辺りからも兵を岩村城に早めに出しておいた方がいいのかなって気がしますね。ここは少し思案のしどころですね。というところで侵略戦を開始したものの逆に侵攻を受けそうな気配を感じているところですが、時間がいい時間になりましたので一旦ここで終わりにしていきましょう。また次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。